ははい皆さんこんこにちは村長です今日はスタジオワンの意外と知られていない小ネタをいくつか披露したいと思います。他の DAW の人もこれをヒントに自分の DAW にそのような機能がないか確かめるのも面白いですね。ではお話を進めたいと思います。 今画面に立ち上げたのは UJAM の Deep というドラムソフトウェアです。例えばドラムソフトはとっても便利にグルーブをこのようにドラッグで入れるだけで音を鳴らすことができます。例えばこれを何小節か続けるために D のキーを押してこのように複製をします。そして、 この最後の小説なんかにフィルを入れたいですよね。その時は UJAM のここに3つのフィルがあります。これを入れようとします。例えばこういうようなフィルです。前の方に音符がないですよね。これをここに重ねたとします。じゃあこのミディを。 よく見てみましょうこの発祥説明ののとこころを見てくださいこのように重ねましたら初めにあったドラムがなくなってここに隙間ができてしまいますこれで悩んでる人も多いんじゃないでしょうかこういうふうになった時はちょっと元に戻しますこのトラックのところの工具マーク レンチマークを押しましてイベントの編集時に重複しないというこのチェックが入っているからこうなってしまうのです。こうするとこれを重ねましたらはい元のフレーズは残ったままになっていまして昼が重ね合います。 このチェックを上手に使ってくださいでは今度はこのトラックにいくつかのエフェクトが入っているとします今はイコライザーを1つ入れましたもう1つコンプレッサーのようなものももう1個入れておきますこんな折にチャンネルの番号がありますよねこここのところのとろ 位置のところを押すと、このようにエフェクトが出てきます。単純にこれだけです。でも、2つ入れてますよね。その時は、ここで選択をしてください。次に説明するのは、このようなエフェクトのプラグインのコピーの仕方です。トラックを、 追加します今2つぐらい追加しましたそしてこのエフェクトを入れたいときはこのエフェクトの空いてる部分ですねここの部分を右クリックしますとチャンネル設定をコピーというのがありますもしくは通常のコントロール c ですそうやると右側に貼り付けができます これも案外知らないで一から全部入れている人そういうのもいますしもしくは2つある下側のプラグインをこちらに移したい時はこれをドラッグするだけでこのようにこちらの方にもプラグインが刺されましたいわゆるこうやってプラグインは コピーしたり貼り付けたりドラッグアンドドロップでコピーしたり簡単にできますこのコピーはマスターチャンネルにも貼り付けをすることができますまたマスターチャンネルのプラグインをこのように引っ張ってきてこちらの方に入れることも可能です VST プラグインのトラック間のコピーのやり方を説明しました次のお話はコンソールの フェイダーがありますよね。このフェイダーの黒いところですね。黒いところを右クリックしますと、このようなメニューが出てきます。今はピークとホールドです。そしてここでホールドする長さを入れることができます。ホールドというのは、一旦上がったらその一番高いところを何秒間か示してくれてます。 僕の場合は15秒ということになっているということです。あと、ここでは、このフェーダーをプラグインに入るまでの、いわゆるプリフェーダーに交換することができます。これを外しておくと、アフターフェーダー、まあ専門的に言えばポストフェイダーとも言いますけれども、ポストフェイダーにすることができます。このようにメーターの表示の仕方を 変えることができますまた今度はこのフェイダーの白いところを押すとオートメーションということでボリュームを編集というのにしましたら今上の方のところがオートメーションモードになってオートメーションのラインが書けますのでここでタッチ・ラッチ・ライトなどのようにしてオートメーションを書くことも できますオートメーションを書くのはフェイダーコントローラーを持っていたらいいですがそうでない時はこのように再生をしながらフェイダーを動かしますはい。 このようにしてフェイダーを書くことができます。フェイダーを書いた後はリードモードにするとこれが再現できます。オートメーションは必ずここからやるものだと思っている方、その方はオートメーションというのはいろんな方法があります。例えばここに入れてある、 ここでこれのそうですねリバーブリバーブのところをカチンと押しましたら左上の方が VDBeep のリバーブというふうになりますそれをこのようにドラッグをするとディープのリバーブの値を変更できますそしてオートメーショントラックを展開しておけば 二つ以上のオートメーションも同時に見ることができます。例えばここでラッチでやってみます。再生します。リバーブを増やします。また下げます。はい、こんな感じですね。 リバーブのラインがこのように書けましたこれもいろんな DAW がほとんど同じような機能を持っていますのでスタジオワン以外の方も確かめてください先日も少し言ったんですけれどもスタジオワンのメモ帳機能はとっても優れています工具マークの方からトラックノートを表示というふうにしましたら トラックの前にこのようなスペースができます。ここに字を書くことができます。あいうえを。いわゆるトラックの目もですね、とっても小さいです。僕のような老眼にはつらいものがあるんですけれども、そういう時は、左のインスペクターですね。これが出てない時は、i のマークを押してください。そして、ここに、 ノートのようなアイコンがありますので、それを押すと、このようにいろんなトラックノートを見ることができます。他のトラックにここで書き込むこともできます。ここに書き込んだら、左のトラックのところにももちろん書き込みが起こります。 このオートメーションのところには書き込めないことを覚えておいてください。ただし、オーディオインターフェースの入力チャンネルに関するメモや、ソング全体のイメージとして、ここに、あす納品、このようなメモを入れることができます。これは、 僕の知る限りキューベースにも機能はありますがトラック別々に書くことはできませんまたキューベースはそれを保管するようなメモ機能のようなものもありますよく僕のところにも少し困ったというような相談がよくあります例えばここでリージョンをカットしているとしますこれを消しましたらリップルモードがオンになっているとこれを消すと このように勝手に詰まります。リップルというのはよく動画の編集なんかでも使うんですけれども、こういうようになってしまうときは、この上のボタンが何かの表紙に Ctrl-Alt-R を押したら、これがオンになります。何かの表紙に手が当たったんでしょう。そこらも気をつけてください。スタジオワンでは、 音源を2つ以上重ね合わすことがとても簡単にできるようになっていますまず最初にこのようにピアノの音源をインサートしますそこにシンセの音源を同じトラックに挿しますするとこういうダイアログが出て置き換え 維持・結合とありますこの時に結合をするとこのような画面が出てきます。これは今左を選択しておりますがボリュームなどを変えたりすると2つのバランスがこのように変わりますしここでこのノート f x というのをプラスしましたら。 インプットフィルターというのを追加すするようなことができますフィルターを使えばキーボードのある音域だけをこちらに流すとかいうようなことが自由にできるようになっていますこれは2つだけじゃなくって3つ以上も結合することができますのでとても変わった音色を作ることも可能ですちょっとどんな音色が鳴るか やってみましょう。コードトラックにコードを入れます CAMGF はい。 このようなコードを入れておいて下に選択しまして下のトラックにこのようにドラッグしますと和音が入ります。こういうのもこの頃はいろんな DAW で対応していると思います。すると、 このようにパッドの音とピアノの音が同時になるようになりますはい次は画面の下に小さなアイコンがあるんですがこれも案外見過ごしやすい機能です山型とそしてピアノ型の2つのアイコンがありますこれを選択するとこのように今は ミディトラックだけが表示されていますし、これを反対にするとオーディオトラックばっかりがこのように表示されるようになりますこれをうまく使い分ければトラック数が多い時にも便利ですよね次はこのようにミディノートを表示している時にもここにノートの色というのがありましてパートごとに色を変えれます今は、 ピアノとシンセで鳴らすためのトラックでしたけれどもこれをドラムトラックにするとこのようにちょっと分かりにくいですが色が青くなりますちょっと色分かりやすいように色を変えます真っ赤にしますはいこのように選んでるトラックでノートの色が変わるわけですけれどもこれを パートではなく、ピッチという風にしましたら、この薄い赤は銅であるとか、その辺のところがわかるので、違うピッチがとっても分かりやすいですね。まあ、時にはカラフルすぎて逆によくわからないので、普通の時はパートにしておくのがいいと思います。上のルーラーはスタジオワン5.4になって。 とっても便利になりましたルーラーで右クリックをするとセカンダリールーラーというのができましたこれを選択するとルーラーが2つ使えます片方をこのように秒に表示していますもしくはこの小節で上で設定したクオンタイズの今でしたら16分の1というのを違う クォンタイズ幅で設定することにより細かなリージョンなどを取り扱う時にも便利になりますが通常は秒とと、かかでやっておくと曲の長さがすす。ぐににるようになります3分の曲を作りたい時そういうような時にすぐにここまでで止めなければいけないというのが小説数では分かりませんのでこれもとっても便利な機能です。 今日は小ネタを少し並べてみましたまだまだ小ネタはありますが一気に詰め込みすぎると大変ですので今日のとととこころは第1回目としておこうと思います大きい便利機能はたくさんの DTMYouTuber の人やメーカーのサイトで確認することができますが細かなバージョンアップなどはなかなかマニュアルを読むのにも たくさんすぎて読みにくいですので今日はそういうところにスポットを当ててみました他の DAW の人にも少し自分の DAW には同じような機能がないか確かめて楽しんでみてください。村長でした。